ヒマンシュラーイは、インドの映画制作者。インド映画のパイオニアの一人であり、妻、デイビカー・ラーニーと共に、映画制作会社ボンベートーキーズを設立した。代表作に、アジアの光、シーラーズとセリマ、南国戦カズヨがある。カルマのライとデイビカーのキスシーンは、インド映画で最初のキスシーンと言われている。ベンガル貴族の出身で、サンティニケタンの学校に進学した。 法学の学位を取得した後に、コルカタを離れ、ロンドンに移住して弁護士となった。1922年に、ラーイは、同地で、脚本家のニランジャンパルと出会っている。この出会いをきっかけに、アジアの光を制作することになり、ラーイは、フランツオステント共同監督を務めた。また、南国戦カズヨの制作中にニランジャンの紹介で、ラビンドラナートタゴールの汚名。 デイビカー・ラーニーと出会い、1929年に彼女と結婚した。1934年に妻デイビカー・ニランジャンと共に映画制作会社ボンベート・オーキーズを設立した。ラーイはサシャンダルム・カルジーと提携し、彼の兄弟をスタッフに起用した。彼は、ある映画の撮影中に主演俳優と妻デイビカーの関係を疑い主演俳優を解雇し、代わりに、 義系アショーク・クマールを起用し、アショークは俳優としてのキャリアを成功させたという。ラーイの死後、会社の運営をめぐりデイビカーとムカルジー、アショークの対立が顕在化して二重経営状態となった。ムカルジーとアショークは後に独立して映画制作会社フィルミスタンを設立し、彼が離脱したボンベイ・トーキーズは霊落した。デイビカーは1945年に、 スビアトスラフレイリヒと再婚し、映画制作から引退した。アショークは、後に、ボンベイトーキーズに戻り、1949年に、マハルを制作して、ボンベイトーキーズを再興している。アジアの光撮影時のヒマンシュラーアイと、シータデブイ。ありがとうございます。